はい、皆さんこんにちは。今日は2021年の10月25日でございますね。月曜日でございます。あいにくの雨となっております。非常に、カメラの焦点が合わずにピンボケが生じております。さあ、ランキングはですね、レッドシートとブルーシートですね、1両ずつという風になっておりますね。今日はね、ナッキー1号は2両編成ね、平日に戻りますと、ね、早速2両編成になったっていうような感じでしょうかね。2両だとこのような形でね、収まっていきます。さあ、名古屋車両区ですね、もうピンとか合わずに、なんとか分かるやつはちょっと分かやりましたが、ちょっと分からないやつはちょっと8などをしてあります。もうこちら側のガラス面だけ雨がついてて、反対側はね、ガラス面に雨がついておりませんので、ね、向こう側だったらもっと綺麗に撮れたかなっていうような感じはしておりますけれどもね、まあしょうがないですね。さあ、飛騨7号についてはちょっとね、サイクルを見まして、組み替えがなければこれね、格好が気にしてあります。南紀3号については3両編成ですね。1号が2両、3号は3両というような形の今日の編成でございます。さあ、飛騨5号ですね、東海道線内で人身とかでの電車が大幅に遅れております。さあ、多分どれくらい遅れたのかちょっと見ておりませんので、ちょっと分かりませんが、かなり遅れているということ、なんかね、止まってて復旧が11時頃というような形のアナウンスもあったので、どんだけ待つんだって感じですけどね。その間お客様はどうしてるんでしょうか。さあ、ということで、かなりですね、ちょっと焦ってですね、ちょっと今日はもう携帯のスマホでちょっとカメラをね、ちょっと撮りました、このね。ただそうしたらやっぱり人身事故で遅れていたので、そんなに慌てることもなかったなということでございますね。乗ってきた列車の中でそういう東海道本線内で、ね、そういう人身事故があって列車遅れておりますという、まあ、車内アナウンスあったんですが、ここに1101がいましたのでね、あそこでね、ドックに入ってたりとかいろいろしてありましたが、復活してきましたね。今後どうなるんでしょうか。ギア8の道とかもどうなるかなっていうですね、まあ、それもあってですね、ちょっと話は戻りますけれども、まあ、慌てることなかったなというのが結論でございます。さあ、今のこの南紀2号見てます。自由席かなり乗ってましたが、指定席はガラガラでございまして、2号車ほぼいなかったような感じがします。まあ、そうなるとね、自由席がどんどん増えてくれれば、自由席を増やした方がいいかなと思っております。さあ、動画終了でございます。最後までご視聴いただきありがとうございました。またチャンネル登録まだの方はぜひともお願いいたしますので、よろしくお願いします。それでは、さよなら。